隊協力に興味を持ったきっかけから JICA 海外協力隊に参画する前に何をしてたのかみたいなところをお話しいただきました。 JICA 海外協力隊という名前は知ってたけれども実際にまだまだ進もうとは思わなかったと思うんですけど、何がきっかけで JICA 海外協力隊を受けようと思いました？そうですね、外国でまた働き出したいなっていうことと、まあ、日本と他の国をこうつなぐようなことは続けていきたいなと思っていて、はい、で日本でというよりは海外でしたいなって思っていたのでちょうどいいかなと思って、はい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 、協力隊を受けました。なるほど。実際じゃあ海外協力隊で応募するときにどこの国に行きたいか、どういう職種に行きたいか、何をしたいかみたいな感じで選べるじゃないですか、はい、それどういう感じで選んでいった感じなんですか？そうですね、経験した内容が採用につながりやすいかなと思ったので、うん、今まで行ってきたことをアピールできる職種だったり仕事を選んだっていう感じで、あんまりその国を選ぶほどの選択肢はなかったんですけど、その時ちょうど仕事内容が自分の経験に合うかなと思ったのがキルギス、ウズベキスタン、コロンビア、なるほど、3件あったんですね。アジア、アジア、アジアですよね。アジア、アジア、中央アジア。でその後中南、南米出てきてだからあんまり南米っていうピントは来てなかったので、うん、キルギス、ウズベキスタン、コロンビアの順番で書いたんです、はいはいはい、まあ、それはその仕事の内容がより自分の経験に合ってた、うん、合ってると自分が思ったからなんですけど、はい、なので結果が来た時にはキとかウって書いてあるかなと思って、うんうん、開いたらこうって書いてあっておっとと思ってどこだっていうところから始まったって。そうですね、あの Google マップで位置を確認してまずはコロンビアのこと知ってる人に話を聞こうと思って探してコロンビアに行ったことがある人に話を聞きました。ありがとうございます。実際あの職種は何の職種だったんですか？青少年活動です。なるほど。青少年活動で日本語教育に携わるような募集内容のところを受けられたって感じなんですかね？そうですね、日本語とか日本文化っていうのが少しでも内容に含まれているようなものでした、うん、なるほど。それがキルギスとウズベキスタンとあとコロンビアだったと。なるほど。で実際行ってみましたと。具体的にどういう業務を行ってらっしゃったんですか？はい、文化省の国立図書館に派遣されて、はい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 、普段は国立図書館で準備をするんですけど、いろんな県にある公立図書館を訪ねていって、うん、図書館の利用促進だったりとか文学に親しむ機会っていうのを提供するようなワークショップをしていました、うんうん、で対象は子どもが多かったですね。なるほど。実際国立図書館って1個しかない感じなんですか？そうですね。あ、じゃあもうそこで子どもたちを集めて、うん、日本語の文化とか日本語の教育みたいなところをワークショップでやっていたようなイメージ。国立の図書館なので、あの私たちがこう普段自分の住んでいる家の近くにあるような図書館と同じなんですけど、はい、内容はその図書館の図書館員に決めてもらっていました、うんうんうん、必ずしも日本語とか日本文化っていうことではなかったので、あの例えば私ができることのリストの中からじゃあお話をみんなで作ろうとか、うんうんうん、みんなでビブリオバトルをしようとか、まあ、日本のことも紹介してほしいから日本のクイズもやってねとか、うんうんうん、そんな感じで現地の図書館員と相談しながら内容は決めていました。なるほど。実際の図書館の職員の方は現地の方ですか？そうです、そうです。あ、なるほど。コロンビアに過ごされてた時って何語だったかっていうところとか、はい、あとどういう生活をちょっと過ごされてたのかっていうところもお聞きしたいなと思ってるんですけど、うん、はい、コロンビアはスペイン語、スペイン語話されていて、もともと話せました？もともと話せないですね。あの研修所で勉強して、はい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 、聞いてみたらすごく好きな言語だったんですよね。だから音楽だったり映像だったりでたくさんシャワーを浴びてで結構すぐに好きになれたのでコミュニケーションも取れるようになってそんなに大きな問題はなかったんですけど、生活はですね、仕事がある日には朝起きて職場に行く、はい、ワークショップの準備をするっていう日と、実際ワークショップ行く日は朝からこうバスとか公共交通機関に乗って公立の図書館に行って図書館員と相談をして、うんうん、で子どもたちが来てワークショップをする、はい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 、で大体その2日とか3日とか同じ場所でワークショップするっていうことが多かったので、だんだん図書館員とも仲良くなるような感じでしたね、うんうんうん、なるほど。公立図書館でワークショップとかされるじゃないですか。自分が住んでるところとか自分が所属してるところからどれぐらいバスとかでかかったりするんですか？公共交通機関バスで行くときは、まあ、4時間ぐらい。4時間かかるんですか？バスでだかなそれとかなり遠い方ですね。でも、まあ、普段は 1,2 時間とか、はい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 、でも 1,2 時間でも遠いですけどね。そうですね、小旅行ですよね
でそれでワークショップして帰ってきてみたいな感じですね。そうですね。で他県に行くときは基本的に飛行機移動なので。え、そうなんですあれ、そうなんですか。そうなんですよ。それは国の治安の状況にもよるんですけど、はい、基本的に山を越えることが多いので。あ、そういうことか。なるほど。物理的に行くとすごい時間かかるから行けないって。あ、いやというよりは、まあ、治安上の。なるほど。治安上の理由で基本的には飛行機なんですけど、はい、飛行機で行くようなところに行くときはもう事前に事務所に申請をして宿泊許可を取って2泊とか3泊とか違う県に行くっていう。違う県に行くと全然文化が違って面白いんですよね。で図書館の方でホテルを取ってくれるって言うんですけど、はい、私家庭が好きすぎて、はい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 、ホームステイをしたいんですけどどなたか受け入れてくれないですかって頼んだらじゃあ役所の人に聞いてみるわとか言ってくれて、で市役所のスタッフの家に泊めていただくってことがありました。いや、すごいな。なるほど、うん、じゃあすごい出張ですね。出張ですねじゃあもう公共交通機関っていうのはバスだけじゃなくって飛行機もあったと。そうですね。で実際そこで泊まることもあったりだとか、うん、泊まらないこともあったりだとか、そういう感じでやってたわけですね。実際自分が住んでた場所っておそらく治安はいいところだとは思うんですけど、住環境はどうでした。コロンビア隊員は基本的にはジュニアの若い隊員はホームステイっていうことになっていたので、じゃあ一人暮らしはしてなかったですか。してないんです。コロンビア人家庭のお家に間借りをして一緒に暮らすっていう感じでした。あ、そうなんですね、はい、それって厳密に言うと電気もある水道もある家庭でした。そうですね。そうなんですね。実際2年間ワークショップとかで活動されてらっしゃって、自分の前職が生きた経験とかってありました？やっぱり日本語教育をしている中で日本文化を紹介する機会もあったので、はい、そういうものをリクエストされることがワークショップの中であったので、うんうんうん、それが直接使えるっていうのはすごく生きましたね、はい、うんうん、実際日本語の勉強とか日本語のワークショップっていうのも実際されたわけですよね。コロンビアの子たちはそれをどういうふうに感じ取っていらっしゃったんですか？そうですね、子供も大人もアートのように文字を楽しんでくれて、うん、でみんなでポストカードを作ろうとか、身近な人に感謝の気持ちを伝えようみたいな、はい、こうポストカードを作ろうっていう時も漢字を紹介して、うんうん、そこから好きな漢字を書いたりとかいう感じで、うんうんうん、アートっていう感じでしたねじゃあもう日本語っていうのを一つのアートとして楽しんでもらえたみたいな感じですね。そうですね、文字がやっぱりアルファベットじゃないっていうこと、まあ、確かにね、ですごく興味深いですね。ありがとうございます。実際じゃあジュリさんが2年間活動されてみてこれは良かったなとか何を学んだかとかってありますか？今の仕事に一番生きてるなっていうのはもう臨機応変さ、柔軟性っていうところかなと思います。計画していても絶対それ通りにならないので、はい、子供の来る人数が違ったとか、うんうんうん、子供だと思ってたら80歳だったとかワークショップの内容も変えないといけなかったりするんですよね。そういったところだと、なのでその時にささっと今ある選択肢の中からベストなものをやるっていう柔軟性はすごくついたかなっていう。なるほど。どんだけ準備してても来る人が違ったりとか環境が違ったりとか場面が違ったりしたら即座に対応できないとやっぱ難しいですよね、うん、でそれがやっぱ身についたってことですかね、はい、なるほどですね。コロンビア2年間いて印象に残った出来事とかってあります？そうですね、やっぱり人の温かさで、例えばワークショップで氷の質の図書館に行きました、初めましてって図書館に行ってそしたらまずはこっちに来てって言われて、うん、家に誘導されるんですよ図書館でワークショップやるんじゃないのみたいな感じでついていくと朝ごはんが出てくるなんか作り出してくれて、はい、ホットチョコレートとアレパっていうね、うん、コロンビアの料理とか卵とかが出てきてまずはどうぞって言ってくれて、あとは家に行くと必ず家の案内をしてくれるんですよね、はい、部屋を全部見せてもらって、うんうんうん、あ、そうなんですね。で家族がいれば家族の写真を見せてくれて、でその家族のことを知ったら朝ごはんを一緒に食べて、うんうんうん、じゃあ仕事しようっていう感じ部屋を全部見せてくれるっていうのはなんで見せてくれるんですか？いや、それはなんかもう文化的なことだと思うんですけど、誰の家行っても必ず最初はルームツアーなんですよ。だから今でも例えばアフリカ行っても見せてって言っちゃうんですよ自分が紹介されなくても紹介してほしくなると、うん、もともとホームステイが好きだったので人々がどんな風に暮らしをしてるかっていうのはすごい興味があって見せてもらいますね。なるほど。で実際例えばですけど2年間 JICA 海外協力隊でコロンビアにいたじゃないですか。でかつもともと想定していたのも中央アジアだったわけですよね。南米に2年間行ってよかったと思いますか？よかったです。もう本当にもう中南米、はい、ラテンアメリカ文化をすごく好きになって
って、うん、音楽も食べ物も、まあ、人の温かさも全部興味を持ったので、日本に帰ってきてもラテンアメリカの友達を作ったり、ラテンアメリカのお祭りに行ったりとか、普段聴いてる音楽も大体ラテンアメリカの音楽なので、うん、そうなんですね、はい、かなりハマってしまいました。じゃあ実際自分の中にはもともと日本と行ったことがある国っていう考えだったと思うんですけど、そこにラテンアメリカ、まあ、いわゆるコロンビアの文化とか生活習慣がガッと入ってきてるみたいなイメージなんですかね。そうですね、うん、じゃあ日本とコロンビアがベースになって今生活してるようなイメージですかね、うん、そうですね、かなりその影響は強いですね。なるほど、ありがとうございます。コロンビアでの生活感とかどういうことをされてらっしゃったのかっていうところをお聞きしましたと。でこれからは JICA 海外協力隊に経験した後どういうお仕事を今されてるのかっていうところをお聞きできればなと思っております、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。